こんにちは、ゆじのママシンガーソングライターひろのです。今日はですね、ちょっと今の現状についてお話をしようと思って、動画撮っています。まずはですね、先日ライブがあったんですけれども、発声障害が再発してしまったということで延期をさせていただきました。本当にご迷惑おかけしてしまい申し訳ございませんでした。あの日よりは少しずつ声も出るようになってきまして、改善できてきているのかなと思います。そもそも発声障害というものが、どういうものなのか、というところなんですけれど、これはもう人によって、様々原因があります。で、私の場合は心因性発声障害というところで、ストレスとか心の、部分が、こううまくストレスと向き合えなかった時に喉にこう異常が出てくるっていうところで、喉がこうおかしくなる、感覚になります。普通にこう話をしている時はあんまり、出てこないんですけれども、声のトーンとかをかなりこうやっぱ下げて喋らないと、苦しい状況です。ただこう風邪とは違って喉が痛いからとか喉がこうイガイガするからとかっていうわけではないんですけど、何かをこう思いを喋ろうとした時にどうしてもかすれてくるっていう状況になります。で、今このぐらいの声質であれば喋ることはできているんですけれども、やっぱり歌を歌うよ、音をコントロールするよってことになってくるとかなり難しくてですね、歌うのがかなり困難な状況になっています。実は去年に、発声障害になっていまして、ただ自分自身が気づいていなかったので結果的に1年半ぐらい、発声障害だったっていうことで、それをこう診断していただいてから本当に1ヶ月2ヶ月ぐらいで声が出るようになったんです。本当にやっぱり劇的な変化があって、声が出るようになったので、この2020年の8月9月10月はライブも増えてきてたくさんやってました。そんな中での、こう突然のまた、発声障害だったので、やっとこう歌も歌えるし、話したいことも話せるしっていう風になってきた時のタイミングなので、すごく残念でもありますし、いろんな方にご迷惑をおかけしているのかなっていう風に思います。またインスタグラムやフェイスブックなどでも多くの方が励ましのコメントをくださって、ゆっくりで大丈夫ですよとか、まずは体休めてくださいねとか、そういったこうメッセージがすごく温かく感じています。今回も発声障害ということをお伝えするか迷ったんですけど、同じ経験をしている方がもしいて、その方の、励みに、力に少しでもなれるのであれば、私がこうやって発信することが意味あるのかなと思って、ちゃんと皆さんにも伝えようと思って、お伝えしました。で、治療法は分かっているというか、その去年発声障害になった時の治療法でおそらく治ると思いますので、その治療をね今やっている状態です。実はこの間にも、治ったり、また発声障害ちょっと起きてきたりという繰り返しがあったんですけども、運よくライブがない時に、なって、またライブに間に合わせてみたみたいな感じでしたので、なんとかね元気にできてるっていう感じだったんですけど、今回は本当にライブでもうほぼ重なってしまったっていう部分もあって、すごく、嫌な思いをさせてしまったかなと思っています。なので治療の仕方や、タイミングとか方法が合ってる場合には、1週間もらえれば治ったりすることもあります。ただ、その思った以上に自分が
そのものに対してのストレスを感じているっていうことがやっぱり、何かの方法でちゃんとそこを解消していかないとまたいつかこういう風になってしまうんだろうなっていうことが、思いますし、やはり応援してくださってる方とか日頃から、支えてくださってる方に対しても、ね、せっかくオファーしてもまたこうね喉の調子が悪くなるのであればなかなか難しいよねっていう、こう残念な思いにさせてしまうのかなっていうところもありますので、この、まあ、ストレスとはちゃんと向き合っていって、自分が本当に心からエネルギーをたくさん放ってまた皆さんの前で歌を歌えるようになったらなと思っています。まずはね、治療をする中で、少しずつ、良くなっていく様子を動画で、お伝えできたらなと思いますので、また明日どんな状況か報告させていただきます。本当に皆さんの応援とかメッセージとかが励みになっています。いつも応援ありがとうございます。